この番組はオーライトさんの提供でお送りします。皆さんこんにちは。海外ガンカルチャーのリアルをお伝えするこの番組、ナビゲーターのゴーストです。ありがたいことに今回初の案件動画いただきました。中国の深圳に本拠を置くフラッシュライトメーカーオーライトさんよりマルチリーターをご紹介いたします。深くマニアックなライトの世界、今回動画を作るにあたって初心者さんのライト選びの参考になるよう、そもそもの話を含めた性能レビューもしていくので、性能を知りたい方も初心者の方も両方満足いく話をさせていただきます。動画の最後にはお得に購入できる方法をお伝えしますので、概要欄含め見逃さないようにしてください。それではどうぞご覧ください。まずはフラッシュライトがなぜ銃に必要なのかという話からいきましょう。ゲームとは違い、サバゲーも実戦も一発の被弾でアウトになります。実戦での被弾はどこを撃たれようが3分以内に止血をしないと命を落としてしまうことになります。暗闇からの奇襲は非常に効果的な戦術です。そんな暗がりの敵を見つけるためにもフラッシュライトが必要になってきますが、兵士や警察官にとってウェポンライトは目くらましとしての使い方もあります。暗闇で目をくらまされた敵が浴びる光は普段よりも強烈に感じることでしょう。なのでライトを使った戦術は第二次世界大戦の頃から研究されてきました。ピストルとフラッシュライトを組み合わせることにより様々なテクニックが生み出されましたが、それでも両手が塞がってしまうという問題は残り続けたため、次第に銃に取り付けることを目的としたものが生み出されます。こういった試みは古くから行われてきたんですが、当初は反動で電球が割れてしまうことが多く、耐久性を上げるように発展してきた歴史があります。オーライトさんは2007年創業の会社で、懐中電灯からヘッドライト、自転車用のものまで明かりと名の付くものなら今日まで何でも作ってきた実績があります。戦場もまた例外ではなく、あらゆる場所から培ったノウハウがこの製品にも表れています。これからの成長が見逃せない会社さんです。とまあ細かい話はこれくらいにして、最大の利点といえば、そう、銃がかっこよくなる、これにつきます。ご覧ください。一気に特殊部隊が使うプロのツールに見えています。ということで装着例を見ていきましょう。グロックは大きく突き出るイメージ、お互い丸みを帯びたデザインですが、突き出た分攻撃的な印象に変わっていますね。ガバメント系統で辛い位置になりますね。ライトの先端と銃口が揃うのでスマートな印象を与えます。力ではなくテクニックを重視するオペレーターの雰囲気が漂ってますね。まあ、タンカラーもあるのでそちらの方がマッチしそうですかね。ジョン・ウィックの相棒コンバットマスターにもつけてみました。反対側のマイナスネジを緩める必要はあるんですが、非常にタクティカルな仕上がりですね。角張った未来的なフォルムにはやはりライトは似合います。長さ的にはマズルの方がちょっとはみ出はするんですが、収まりがいい印象を与えますね。スーツを着たキアヌのようにスタイリッシュに扱ってみたくなります。すいません、マガジンで説明するんですが、フラッシュライトは持ってる時とかはかっこいいんですけれども、銃とね並べて飾るといったことでしか見た目の楽しみって味わえないんですけれども、バルキリーターボならね常に銃と一緒ですから、常に構えた時とかに死角に入ってくるっていうことでね、とても満足感はこちらの方が高いと思うんですよ。一気にプロっぽくなりますからね。梱包も綺麗ですね。中に入っている断章材もかなりしっかりしているので、この辺りからも本気が伺えますし、この通り裏側には購入のお礼と新技術の LEP を楽しんでくださいというメッセージがついています。購入から使用までの満足度を高めようとするあたり、企業の誠実さが伺えますよね。変な話ですが、オーライトと検索すると次に怪しいとサジェストワードが来てしまいますが、このあたりの姿勢から真摯な態度が伺えるのではないでしょうか。もちろん日本語マニュアルもあるので操作も安心。ブロック以外のレールにはめるためのレールブロックも工具付きでついてくるんですが、まあ、基本的に付け替えなくても大丈夫でしたね。重さは 133g、 電池込み、アルミニウム製で十分な耐久力を保持しています。実は撮影中にちょっと扉にぶつけてしまったんですが、使用には問題ありませんでした。従来のものと比べても非常にしっかりと作られている印象がありますから、 1m 落下保証は伊達じゃないでしょう。さあ、ここから特徴について話していきます。このバルキリーターボ最大の特徴は新技術の LEP を採用しているところではないでしょうか。従来品の LED と比べて優れたエネルギー効率により、より遠くにまとまった光を届けられる LEP は
細く長い、そしてはっきりとした白い光を届けてくれます。連続点灯時間は驚異の184分。1日のサバゲーでも余裕で持つスタミナも見逃せません。光量ももちろんのことですよ。気になったので夜の公園でも照らしてみました。ご覧の通り強大なビームを形成しています。縦看板を約 200m 先から照らしてみましたが、光が散らばらず目差ね 2m 以内に収まっているこの光は今まで使ってきたライトの中でもとても珍しいですね。例えて言うならまさにピンスポットライト。従来品だと屋外では照射範囲の広さでパワーロスが生まれてここまでくっきりとしたビジュアルを確保できなかったんですが、 LEP の方がより鮮明なターゲットを映し出してくれましたね。比較対象としては以前はシュアファイアの500ルーメンライトであるフューリーを使っていたんですが、光が強い分ほぼ180度くらいの範囲まで光が広がってたんですね。だいたい250ルーメンあたりのものがサバゲーライトとしては一般的なんですけれども、フューリーはルーメン数が多かったのでこれが顕著に出ていました。一方バルキリーターボは光をより効果的に届けているため範囲こそ狭いんですけれども、体感的に明るさは500ルーメンのものと遜色ないと実際に見て思いましたね。いやただ範囲の狭さはね、見落としの原因になるんじゃないのという点は見逃せないところです。確かにそうです。ですが移動前に点灯させて周囲を確認したらすぐ消して移動、そしてライトをまた点灯して確認を繰り返す。これはスキャンという基本テクニックなんですが、毎回これをしっかり行うことで対処すれば問題ないでしょう。逆に範囲の狭いことの利点としては、レーザーサイトの代わりになることと位置バレしにくくなることなのではないでしょうか。この点初心者の方にありがたいと思うのでこちら2点説明させていただきます。照射時の円が小さいのでとっさの反撃は目くらまし効果も手伝って命中率を上げてくれますし、ドローから狙いを定めた後にライトをつければドライファイアでのエイム練習にもなります。私は初心者の頃なかなか撃てる場所がなかったのでライトでこの練習をしていました。こちらでやればさらに効果的な練習ができそうです。銃口とライトの位置は違うので着弾は上にずれてしまいますが、その分を加味して練習すれば銃口の向きを早く揃えるのに役立ちますよ。さらに弾を発射するとき弾道が見えやすくなるという利点も見逃せないですね。暗い場所では弾がどこに飛んでいくのかわからないんですけれども、ライトをつければ弾が照らされてスーッと白い線を描いていくのでどこに飛んでいくのかはっきりわかります。屋外線にちょうどいい範囲でまとまってくれるこの範囲はむしろ好都合なのではないでしょうか。スイッチも少し見ていきましょう。少し遊びがあるんですが、力を込めるところでグッと押すとカチッとなるしっかりとした押し心地。シアファイアとかストリームライトの大手2社のライトっていうのはレバーが両サイドに突き出ていて、それを上か下に押し込んで操作するトグル式なのでより簡単な操作で点灯できますね。押してすぐ離すと常時点灯、 0.5 秒ほど押しっぱなしにしてから離すとすぐに消える完結点灯、2個同時押しでストロボ発光が可能です。私は完結点灯派なんですけれども、このちょっとワンテンポ置かなきゃいけないっていう感覚を覚えるのに少しは慣れがいりましたが、今は問題なく稼働できました。まあそれよりかはね、ボタンを押すっていう操作は日常みんなやったことありますから、やはりこっちの方が簡単だと思いますね。ボタン押しっぱなしでつけたままにできるというのもありがたいポイントです。運搬時の不意の点灯にこうやって気づかないで箱から出したら電池切れだったなんていうことがありましたので、気になる方は電池をここで抜いてこのように分けて運搬した方が良さそうです。このように光の強さと質には驚いたんですが、個人的に一番気に入ったのがここのスルーレバーマウントなんですね。今緩めた状態ですが、レバーを倒すだけで締め付けることができる便利な機能ですが、これ結構他に類を見ないです。他の機種はネジを締めたりとかバネで止めていたりするだけなのですが、工具いらずで確実に着脱ができるようになるっていうのは安心できる上に、一番感動したのはここなんですよ。緩めても落下しない。暗闇での交換時落としてしまうと見つけ出すのは困難です。これは付け替えの時の落下防止になるだけでなくシンプルに楽ですよね。ただカイデックス製のライト対応のホルスターでもこのスルーレバーマウントが邪魔になって入らないというケース結構あるので、こちらに対応しているホルスターもうちょっと出てきてほしいなと思います。これといって欠点見当たらないかなって思ったんですけれども、ちょっとこの電池カバーをですね、下の方からグッて押すと今音聞こえましたでしょうか。このようにですね、外れてしまうという不具合を発見しました。これは私の機種だけなんでしょうか。ですがこれは緊急時に電池が外れてしまうのは結構怖いので、ね、これはちょっと問題かなと思います。対策として違う会社の電池も使ってみましたが、同じ症状が起きてしまいました。
初期不良だといいんですが、こんな時でもオーライトさん30日の交換保証と5年間の品質保証を約束しているんです。安価なレプリカ品ではなかなかないサービスですよね。値段としても決して無理できない価格であるにもかかわらず、無償交換対応というのは非常に心強いです。送料も負担してくれるので、レプリカで憧れの銃を再現したいというよりはリーズナブルな価格で確かな品を探している人、そして初めての本格的なサバゲー用ライトを買う人の入門機としても、こちらは自信を持っておすすめしたいです。いずれシュアファイアとかストリームライトに行こうっていう人はいるとは思うんですけども、そういう高級価格帯でも一番安いのがこちらオーライトさんですから、こちらで経験を積んで憧れのシュアファイアに行くっていう流れが、まあ、一番自然な購入ルートだと思います。ということで、まあ、好きすぎて今まで20年近くシュアファイアを中心にレプリカまで使ってきたこの私なんですが、今回このバルキリーターボを使ってみて感じたのが、もうシュアファイア一択の時代やなないんだなということですね。2015年くらいまではタクティカルライトといえばシュアファイアかストリームライトだなという風潮が長年ついて回っていましたが、ここ数年で新規メーカーの追い上げがすごいと感じることができました。確かにあちらの特殊部隊が使っている実績が非常に憧れるところなんですが、まあ、サバイバルゲームやね、鑑賞用としての品質はレプリカ品よりも頭一つ抜きに出ていますから、我々の使用範囲に十分応えられる品質あるなと使っていて思いました。例えばシュアファイアの代表作である X300 はレプリカ品は安くて6000円しますが、実際私が訓練のために出ていた時に2018年時点でクラスメートやガンショップでも扱っているお店や人って結構いましたからね。このオーライト、彼らから賞賛の声が上がっていたので今回この案件を受けさせていただきました。オーライトさん、ファンになりました。今後も大切に使わせていただきます。みんなも興味が湧いたらぜひウェブサイトをチェックしてみてください。それではまた会いましょう。 See you soon。 まだブラウザバックしないで、まだブラウザバックしないで。割引の際に割引コードであるラジカルトラベラー、トラベラー8です。最後の E が8の全部大文字を入力すれば 10% オフ、 10% オフ。こちらは半永久的な割引です。こちらのコード適用されますと私の方にもいくらかお礼のお金入りますので、動画が面白かったら今後の活動の支援感謝しますという意味になり、私がすごく大喜びなので買ってください。お願いします。